シーテックご来場者の皆様こんにちはただいまより豊橋技術科学大学と大成建設株式会社の共同ジョイントプログラム電化フロア電動カートの有人走行実験を行いますこちらをご覧くださいこちらにありますのはトヨタ製の一人乗り電動カートです本来ならば こちらの下に搭載してある2個のバッテリーを私たちは取り外しましてこの白いテーブルの上に置いてありますさてバッテリーのない電気自動車がなぜ走るんでしょうかその仕組みはこのアスファルトの下のにある電極板に隠されています通常電気エネルギーはアスファルトもゴムタイヤも通して流れることはできませんが 私たち豊橋技術科学大学と大成建設株式会社は共同でアスファルトとゴムタイヤを突き抜けてモーターまでエネルギーを届ける新しい画期的な技術の開発に成功しましたそれでは運転ドライバーは豊橋技術科学大学の研究員の崎原ですそれではワイヤレスパワーオンしてくださいスロットレバーオンです時速3キロでゆっくり走ります 走行に成功しました皆さん温かい拍手をよろしくお願いいたしますありがとうございますこの技術は将来石炭石油電池に続く第4世代のビークルとして高速道路を電化する技術に発展させたいと考えております以上です